車が遅れてしまってなんとか走って間に合いました。ちょっと待たせてんのかな、待ってた人すいません。はい、フェリーと結婚しろと言われたザツです。こんにちは。今ですね、小倉駅にいまして、これからフェリーに乗って大阪南港へ向かいます。今日は名門対応フェリーということで、ゆっくりのんびり帰ります。ただですね、今回お金がないということで、安い部屋取りました。いかに楽しみかということでよろしくお願いします。結構ですね、本気でお金なくて、学生さんとかでも楽しめる内容となっていると思いますので、もしよろしければ最後までご視聴いただければめっちゃ嬉しいです。それでは行きましょう。下地港へ到着しました。はい、はい、すいません。46161です。はい、あ、はい、ありがとうございます。こちら乗船券になります。3階の方でご提示お願いします。はい、どうも。ネットよ、今日はお金がなかったのでツーリストという、お部屋を取ってます。こんにちは、すいません。はい、ありがとうございます。はい、どうも。乗船します。はい、到着しました。お部屋の感じはこんな感じです。どちらかというとカプセルホテルなイメージですね。電気が1個あって、こちらに100ボルトのコンセントがついていると。ドリンクホルダーと荷物置きもあります。あと絵文書きが2つあります。まあゆっくりできそうですね。ただ夏場なんかは結構暑かったりするんで、こちらは、何か対策が必要ですね。ということで、出航15分前なんでちょっと用意しようと思います。それではこちらがですね、なんと6410円です。下手なバスより安いと。これはかなりお得ですね。ちょっと驚きました。これで北九州から大阪まで向かいますので、一晩ゆっくりしたいと思います。
き始めましたね。今日は9時からプレミア公開なんでちょっと時間がないです。今ですね、7時50分です。それでは夕ご飯を食べてちょっとゆっくりしたいと思います。では夕ご飯食べに行きます。朝晩のセットで150円、微妙に足らんな。3000円から。はい、ありがとうございます。はい、はい、はい、どうも。焼きちゃんぽん、雑ですみませんThank you.
食べてちょっと落ち着きました。まあお部屋の中こんな感じです。なかなか好きな感じですね。秘密基地っぽいです。まあ旅行とか結構してるわけなんですけど、結構持ち歩くのに便利なのがこのタップですね。細いちっちゃなタップがイケアであるんですけども、こちらを持ち歩くと結構便利ですよ。といってもこのお部屋に関しては何分コンセントが一つしかないので、こういう時ものすごく便利です。あとはですね、モバイルバッテリー、これが結構便利です。モバイルバッテリーは最近買ったんですけど、フィリップスのやつということで、もうちょっとでですねプレミア公開始めますんで、そしたら用意して待ってます。ちょっと一周ぐるりと回りましょうか。フェリーの中向かいます。春休みだけあって子供連れがだいぶ多いですね。売店があります。コーナーになります。値段は他の上と同じ値段、これは助かりますね。ビールも 500ml 缶で320円、アイスなんかもあります。そして冷食があったりします。給茶器もあってですね、いいですね。こういうラインナップです。今もこの冷食の自販機は生産しなくてどんどん減っていく一方みたいですね。
てゲームコーナーはスロットと UFO キャッチャーがあります。こちらが7階のデッキになります。なんか変なことになってますね。広島県に入ってんのかな、まだ山口県かな。結構いろんな島があるみたいですね、ここら辺は。ちょっと今肉眼では全く見えないんで、後でカメラの方見てみようと思います。多分タイムラプスでは綺麗に撮れてると思うんで。で、あちらが四国側になりますね。ちらほらと明かりが見えます。今日は星が見えない、残念。曇ってんのかな。まあもしかしたら夜中に、夜半過ぎに晴れてくるか分かりませんし、楽しみにして寝ることにします。今21時43分で、プレミア公開終わったとこですね。で、もうちょっとしたらお風呂入り行こうと思います。ではもうちょっとゆっくりします。名門太陽フェリーのですね、サービスで Wi-Fi サービスがあるんですけども、こちらがですね、場所によってはインターネットが使えて、さっきちょっと使えなかったんですけど、残念なことに。はい、今ですね、9時53分になりました。そろそろですね、お風呂に入って寝る準備をしたいと思います。あ、そうだ、言うの忘れてました。今回ツーリストなんですけども、アメニティが何一つないというお部屋になります。ので、タオルをですね、自前で用意しなきゃいけないか、売店で買うか、歯ブラシもないので、売店で買うか、用意してきてください。これ忘れるとちょっとめんどくさいです。では向かいます。ということでお風呂に入ってきました。こんな感じの浴槽ですね。
から上がってきました。今22時13分になりました。そろそろですね、もう寝てしまおうかと思います。夜も遅くなってきたんで。それでこのお部屋なんか懐かしい感じがするなって思ってたら、押し入れで寝たことないですか皆さん？ないかな。僕はあるんです。ドラえもんに憧れて。そんな感じのお部屋だと思ってください。でもちゃんと空気の入れ替え口ありますんでね、押し入れよりかはマシだと思いますけど。ということで、そろそろ寝ます。おやすみなさい。はい、おはようございます。今6時5分になりました。そろそろですね、朝ごはんの方始まるはずなんで、確か6時20分ぐらいからだったじゃないかな。ちょっと見に行こうと思います。外もですね、晴れたら、太陽が出てくるタイミングなので見に行ってきます。何回もいます。星が晴れててめっちゃ綺麗です。風は強いですね。多分音が何も聞こえてないんじゃないかな。阪急フェリーは近いですね。前はもうちょっと遠かったような気がするんですけど、朝日を見るにはちょうど良いタイミングでした。素晴らしい。明石海峡大橋が7時なんで、またその時間に外に出てこようと思います。今日の波はかなり穏やかで凪ですね。
6時49分になりました。7時前後に明石海峡大橋を通過するというので見に行こうと思います。それでは向かいます。明石海峡大橋近いですね。朝日をバックに明石海峡大橋通過です。今6時54分なんで定刻通りですね。明石海峡大橋定刻通り通過です。それでは朝ごはんに向かいたいと思います。素晴らしい光景でした。おはようございます。お願いします。もらいます。おはようございます。
それではですね、あと1時間もすると大阪南港の方へ、雪原の方へいたしますので、あとちょっとだけ楽しんでいきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。カモメが普通にいるな。神戸の方は晴れてるんですけど、南の四国の方が雨降ってますね。あれ多分右半分左半分でこんだけ天気が違うと違和感がすごいです。ちょっと声聞き取りやすいでしょうか。これは雪ですね。阪急フェリーの1万6000トンクラスの大きな船になります。また乗りたいですね。中がめっちゃ綺麗なんですよ、新造船なんで。ということでちょっと休みます。ここへ到着しそうですね。サンフラワーが見えるんじゃないでしょうか。もうあと20分もすると南港に到着します。本日はご視聴ありがとうございました。もしですね、ちょっとでも良いと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。大変励みになります。あとツイッターなんかもやっておりますので、フォローの方お願いいたします。サンフラワーがいましたね。別府航路の方はついていますけど、志布志航路の方はまだ来てないみたいです。後ろから来るはずですね。どっか見えるかな。もう多分時間的にはオレンジフェリーが余裕でついているはずです。もうですね、大阪南港の方には名門太陽フェリーの1便とオレンジフェリーが到着してます。あちらの方はもう7時前に両方とも着く船ですね。早いです。オレンジフェリーも大きいですよね。一度は乗ってみたいです。名門太陽フェリーの1便の方は1万トンクラスです。バルバスバウが見えますね。日本の造船技術素晴らしいです。そういえば名門太陽フェリーも新造船が発表されましたね。もう今年の冬に出るみたいです。来年の頭にも出て、2隻同時に運用するみたいです。どんな船なのか、できたら乗ってみたいですね。多分1便の方に割り当てられると思うので、まあまあ乗る機会もあるのではないかと思います。今年の冬は新造船フィーバーになりそうなんで楽しみにしてます。大阪南港は本当便利で、電車と直結してますからね、歩いていけます。本当便利だと思います。はい、節減しましたので下船の準備をいたします。はい、下船の案内がされています。それでは降りていきましょう。
恐れ入りますが、下船の際には鍵を。どうもありがとうございます。ありがとうございました。ユニバーサルスタジオジャパン方面、ホテル